がリリースパス、おっとこれはミラのボールを引き継いでまずファーストゴールを奪っていったのはポピアキ選手。出したら戻ると言った。なるほど、今ミラ、あーしかしここで右サイドからの時のボール、これは非常に危険だがどうか。ミラ、いやしかし枠を外している、どちらも枠が外れている。もう一度時、いや止めている、まだピンチだぞ、まだピンチだぞ、まだピンチ。最後はミラ、相手のディフェンダーを蹴り飛ばしている。決まりましたね、素晴らしいプレーが飛び出しました。頭の上に乗せてドリブルしている、ドリブルしている、ドリブルしている、目の前にやそう、大満勝負はそうが立っているが、チームを鼓舞するような、もう同点だ、帳消しだぞと。さあドラ、オルフィックス、ロンネックス、そしてこのドラが、そうですね。さあここはおっとオルフィックスがフェイントをかけて、しかしそのフェイントに対しピザモン、今のは外れてましたけれどもいいボールを放り込んできますよね。おっとさあいい運び方だ、そしてディフェンス側は3人固まってしまっている、これは展開しづらい、非常にディフェンス不利な状況から100ブーストが渡っている。おーました、これで流れを持っていけるか。さあここはギリギリのところ、すかさずボールを前線に送り込む、これはチャンスとなるか。四つ葉をかわしてのこのボールが再び舞い降りた、ここはリセットはできてはいなかったものの大きいですよね。さあ四つ葉が攻め上がっている、ゴール前最高のボール自分で決めていった、3対1。うまくパスワークをつなげることができればというところ、ゴリラにインターセプトされて、そしてアロドラのドリブルチャレンジ、2人を抜いていく、グラウンドでも見せていく。